遠藤真は日本の建築家。フランク・ロイド・ライトに学び、そのデザイン、空間を事故のものとして設計活動を行った。左から、ジョン・ロイド・ライト、遠藤真フランク・ロイド・ライト、伊藤文志郎を1889年、福島県歌郡福田村に生まれる。第二高等学校を経て、東京帝国大学建築学科卒業。卒業の翌年には、 建築界の大御所だった、辰野金吾設計による東京駅建築の批判を発表した。明治神宮の建設に関わった後、1917年、帝国ホテルの設計を引き受けたライトの建築設計事務所に勤務。建設費用がかかりすぎるとしてライトは解雇され、途中で帰国してしまうが、遠藤らで死が帝国ホテルを完成させた。関東大震災後には、 王宮建築に奔走し、産育会産院、乳児院、銀座ホテル、日比谷世帯の買いマーケット、東洋圏、東東亭、西京亭、第一夜、文店、山村酒造店などのバラック建築を手掛けた。また、自由学園、山村亭も、ライトの基本設計をもとに完成。1935年からは、満州と日本を行き来して、設計活動を行った。 1945年満州にて、第二次世界大戦の終戦を迎えたが、翌年心臓発作で入院し、半年後に日本に帰国した。1949年からは、文部省学校建築企画協議会員を務め、戦後占領下の日本における学校建築のあり方に対する提言を行った。1951年4月体調を崩し、東大病院に入院。 二ヶ月後、同病院にて死去した。独立後もライトに浸水し、ライト張りの建築を設計し続けた。このため、ライトの使徒とも呼ばれ、独創性がないと軽視されることもあった。しかし、ライトの設計思想をよく理解した遠藤の作品は、ヒューマンスケールな広がりのある空間で、多くの人に親しまれており、再評価が行われている。息子である遠藤学、 孫である遠藤源も建築家である。甲子園ホテルも岡神城高等、小学校高堂目白が、岡協会、山本節郎は、調度品まで統一されたスタイルやデザインに縛られる。遠藤の住宅思想には居住者の自由がないと批判。これに対し遠藤は、間に良い建築は、調度品などにまで至る、統一性を示唆できるようなものであると反駁している。AB 建築家、 遠藤新ナンバー2震災直後の建築予度校、芸品館ライブラリー休場台、宿屋式屋と門伝界隈歴史散歩プロジェクト、小宮一郎邸及び学園長散策作ライトと日本の窓、2006年3月25日、建築家、遠藤新ナンバー5建築家の氏名予度校、芸品館ライブラリー、遠藤新が設計した3枚おろしの旧平岡レース食堂棟、 反応し旧平岡レース事務所棟食堂棟調査報告書から建築家、遠藤新建物調査反応し、2014年10月15日、解体された、旧平岡レース事務所棟2住権2012年1月31日。ありがとうございます。